奄美から来たんじゃのって、奄美から出てきて50何年ぐらいになります。ここでの単身、奄美単身10年ほどやらせてもらってるんですけども、いつも暗い曲ばっかりしかやらないもんで、いつも盛り下げ役ですけども、今日は若い人たちが女性たちが来てるんで、その人たちにやってもらうんで、僕が1曲だけやりますから辛抱して聴いてください。元気で、頑張っていきたいと思います。